もう観念しなさい。未来、さあ未来どうするの。じゃあ次は私の番ね。あら、一つ二つ三つ、イノシカチョウ。なんてことだ。はいはいはい、じゃあお待ちかねの罰ゲームの時間です。負けたのは私よ。だから罰ゲームは私にやって。何言ってるの。これはチーム戦でしょ。代表者が負けたらチームで責任を負うって決めたでしょ。タンマはありでしょ。タンマもデンマもありません。私のチチビンタは痛いわよ。行くわよ。えい。ぬぬぬぬ。未来にも行くわよ。えい。ってあれ。花札を食べるなんて卑怯よ。残念でした。未来、よくも。皆さん静かにしてください。他の乗客の方に迷惑です。何見てるのかしら。あなたたちもチチビンタされたいの。はるか、いい加減にしろ。警察に通報されるぞ。海の匂いがしてきたね。もう海に着くのね。だったら着替えないと。何やってるハルカ。まだ脱ぐな。早すぎる。大丈夫だって。ちゃんと服の下に水着を着てるんだから、何も問題ないわよ。じゃあわしも脱いでまうか。日陰まで。おい、やめないか。皆さん、どうして静かにできないんですか。私としたことが、
明日から海に行け。任務を失敗した直後にどうして海なんですか？成果はあった。超秘伝忍法書を開くと近くにいる者は凶暴化する。これは大きな収穫だ。それは心配しすぎだ。影響を受けたのは小部隊だけ。つまり体力や精神力の弱い者が凶暴化しやすいのだろう。浮かない顔は海には似合わないわよ。楽しむ時は楽しむ、遊ぶ時は遊ぶ、それが悪人ってものよ。さて、では恒例の水着チェックといきましょうか。未来、マニア心をよくわかってる。ハルカ、そのいやらしい目はやめろ。はいはい、邪魔なタオルは没収します。さすがにスタイル抜群ね。大きなおまんじゅうが2つプルンプルしているわ。あ、はるかさん、あまり大きな声でそのようなことは。やっぱりそうよね、フリフリよね。ヨミちゃんのフリフリに私はクラクラよ。待たせたの。蛇柄の水着をチョイスするとは、似合いすぎてて、さすがの私も降参よ。さあ、泳ぐぞ。ほら、日陰さん。冷たくて気持ちがええね。
未来も早く来い。とっても気持ちがいいですわよ。うん、ちょっと飲み物買ってくるね。未来、どこ行くんや？ちょっと飲み物買ってくるね。なんか浮かへん顔しとるやん。どないしたん？ごめん、一人にしてくれない？なんでや、せっかく海に来たっちゅうのに。わかった、未来、泳げへんねやろ。図星か。ほな、わしが特訓してやろか。特訓言うても単純に泳ぎ方教えるわけやないで。デク人形と戦って筋肉の使い方を体で覚えるんや。ちなみにデク人形は穂村さんが宅配便でここまで送ったんや。あいつの修行熱心さはどう超えとるわ。今はそういう気分じゃないの。まあそう言いなさんな。ほな行くで。次は今の動きを水泳に応用して。構わないで。ん？私に構わないで。どないしたんや未来、なんかおかしいで。もう私とこれ以上仲良くしないで。これ以上仲良くなっちゃったら私。今さらそれは無理ちゃうか。わしらは選抜チームなんやからな。あ、なんかあったんならいいや。わしでよかったら話を聞くで。
未来？